はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスの湯です。今日はね、ZV-E10 の先行展示がね、ソニーストアで始まったので、午前中にね、見に行ってきました。で、以前ね、僕の YouTube のね、コミュニティの方で、なんか調べてほしいことはないですかっていうふうに投げかけてたんですけども、まあ、それをね、中心に確認してきました。ちょっとね、確認できなかったのが、暗所ですね。暗所はね、確認できなかったんですけども、6600とね、6400とセンサー同じですので、まあ、今までね、僕も夜ね、6600とか6400使って撮ってる映像ありますので、まあ、よかったらね、リンク貼っときますので、確認してみてください。あとはね、カタリストなんですけども、現段階では対応してないというふうにストアの方はおっしゃってたんですけども、まあ、僕がね、今パソコンを入れて、確かめてみたらデータとかも出てまして、まあ、手ブレ補正もかけることはかけれるんですけども、僕カタリストの手ブレ補正を試したことがないので、これが正常に作動しているかどうかっていうのがわからないので、まあ、現段階では正式には対応していないということです。はい、ということで ZV-E10 触ってきたんですけども、まあ、実際に触ってみるとやっぱりね、 ZV-1 との、ね、大きさは違いますので、持った感じが ZV-E10 の方が、ごめんなさい、ここは持ちやすいです。正直コンパクトなカメラが好きな僕なんですけども、 ZV-E10 を触った後に自分のね ZV-1 を帰り触ったんですけども、やっぱりちっちゃいなっていう思いました。でやっぱりこの辺のね幅がちっちゃいんですね。まあ、なのでグリップ力とか ZV-1 がね今ちっちゃくて操作しにくいっていう人も、まあ、買い替える意味あるかなと思います。はい、それではね ZV-E10 の外観なんですけども、これはね6100と同じようなプラスチックボディですね。で、ZV-1 もプラスチックボディなんですけども、割とね、ザラザラ感っていうかはなくて、まあ、6100とか、α6000 とかに近いボディの感じですね。まあ、6000ほどはね、ちょっとツルツル感はないんですけども、まあ、こういった感じで、ZV-1 のようなザラザラしたような表面ではなく、もうツルッとしたような、若干マットがかった表面です。で、防塵防滴はないそうです。で、グリップなんかはね、この α7C と、まあ、同様のような感じですね。まあ、こんな感じのグリップですね。まあ、6600とかね、6400のグリップのような感じではなくて、こっちのグリップになります。まあ、それで持ってみた感触で、まあ、思い出したのがやっぱりね ZV-1 を持っている人で、まあ、ちっちゃく操作がしにくい思ってた人はね、こちら ZV-E10 なんですけども、まあ、操作しやすい大きさになってますので、まあ、おすすめかなと思います。でバッテリーなんかはねやっぱり古いバッテリーですね。シャッター音はこんな感じですね。シャッター音はね、どちらかというとね、α6400 とか、α6000 聞いたことある人だったら分かるんですけども、まあこんな感じです。乾いたようなね、感じですね。こうやってね、6600のような、ちょっとね、湿った感じの音ではないですね。ちょっと乾いたような音になります。おそらく6000系、6000とか6100とか、そっち系のシャッター音ですね。はい、続いてね、僕がねちょっと気になっていたモード切り替えなんですけども、まあこれをねモードボタンを押すとね、動画とか静止画 S&Q っていう風に、まあ、切り替わってくれます。でそこのね切り替わり方なんですけども、まああらかじめねメニューからその動画だったらオートとかね、プログラムオート、シャッタースピード優先、マニュアル、あとはねメモリーですかね、まあ、それをね選んでおいてメニューから、で静止画の方もそのオートとかね、一つを選んでおいて S&Q も選んで、その選んだものが表示される感じです。なのでね、動画とか静止画の独立設定はなくて、別々にね、やっぱり設定したいんだったら今までのようにね、この MR っていうのが、この ZV-E10 の方は動画に一つ、静止画に一つ、S&Q に一つっていうふうに MR が搭載されています。なのでそこで動画だったら、まあ、60分の1とかね決めてしまってメモリーに登録するとかね、静止画だったら、まあ、自分の好きなモードに登録すると、で S&Q も自分の好きなところに登録する、そうすると
動画とね静止画とかね切り替えた時に設定は引き継がずに使うことができます。まあ、そういった感じでね、あらかじめねメニューの中から動画とか静止画とか S&Q のモードを決めてしまって、その決めてしまったものがそのボタンで表示されるっていう感じですね。まあ、なのでね、僕が求めていた感じたんで、若干その静止画独立設定が S3 のように入ってたらよかったんですけども、そういった感じで動画と静止画 S&Q にねそれぞれにメモリーがね1個ずつ入っているので、まあなんとかねうまいこと動画と静止画のね設定の引き継ぎというか切り替えできそうなので、まあ僕はもうそれでこの ZV-10 の、まあ、問題だった点はもうクリアされました。はい、続いてね、まあクロップですね。クロップはテーブル補正のクロップなんですけども、まあ、海外のサイトではねアクティブテーブル補正にすると 1.44 倍になると言われています。で、試したレンズがこの超広角の SEL の1018で、これキットレンズの SELP1650 ですね。まあ、それのねどちらとも広角側でね、やっとねサムヤのレンズがね一時ね帰ってきましたので、これもね試すことができましたので、まあこれもつけて試しています。両方ともねアクティブテーブル補正とテーブル補正オフの時の画角がこんな感じです。はい、これねキットレンズのテーブル補正スタンダードですね。キットレンズテーブル補正スタンダードになります。はい、こんな感じですね。キットレンズのテーブル補正スタンダードになります。テーブル補正はかなり効いています。で、手持ちにするともう本当に顔いっぱいいっぱいになってしまいますね。ヒットレンズの手ぶれ補正スタンダードになります。ヒットレンズの手ぶれ補正スタンダードになります。はい、今ねスタンダードの時です。 4K24P のスタンダードの時ですね。画角はこんな感じです。1718ですね。一番広角にして腕をねそこそここんな感じですね。まあ、ちょうどいいぐらいになりますね。画角はこんな感じです。でサムヤのレンズでスタンダードですね。こんな感じです。サムヤのレンズですね。これがねアクティブテーブル補正です。サムヤのレンズ 12mm の分でアクティブテーブル補正を使っています。まあ、手を普通にするとこんな感じになりますね。伸ばすとこんな感じですね。で背景ボケ使っております。背景ボケ使うとこんな感じですね。サムヤのレンズ背景ボケ、背景くっきりですね。まあ、キットレンズの方はね、まあ、見てもらうと分かるようにアクティブにすると、まあ、かなりね顔がアップになります。まあ、なので自撮りすることを目的に ZV-E10 を購入される方はやっぱりこのレンズではねかなりね画角が狭いかなと思います。まあ、ジンバルとか使ってスタンダードで、まあ、使えば、まあ、問題はないと思うんですけども、まあ、手持ちでねアクティブ使って自撮りしようとね目的にされている方だったらちょっとねこのキットレンズでは自撮りきついかなと思います。まあ、そうなってくるとね SEL の1018とかね、このサムヤのレンズはちょっと今保留中なのであれなんですけども、まあ、画角的にはいけそうな感じがしました。あとはね有力候補がやっぱりタムロンの11-20ですね。 11mm の 20mm F2.8 同士のレンズですね。まあ、そのあたりです。その3本あたりが、まあ、自撮りする方にとっては向いてるかなと感じました。次はねテーブル補正の機器なんですけども、歩いてねやっぱり紐につながれてたのでカメラ、まあ、歩くことはできなかったので、またね他のねレビューとか上がってるものを参考にしていただきたいんですけども、まあ、印象的なのに止まって撮影する感じではまあ本当にね問題ないかなとは思います。まあ、α7S3 並みに効いてくれてるかなとは思います。まあ、でもねそこは何とも言えないので、実際ね歩いて
動いて撮るとかなりやっぱりね体って動いて振動しますので、まあなので手持ちでね止まってこういった感じでパンとかねフィックスとか撮るんだったらね、まあ大きなブレはないかなと思います。この6600よりかも優秀かなと感じました。まあ今ねそのストアで確かめれるのはまあそのくらいですね。映像の方はこんな感じですね。アクティブ手ブレ補正ですね。サムヤのレンズ手持ちですね。手持ちでアクティブ。でローリングシャッターもねちょっと確かめることができなかったんですけども、まあ、僕がねカメラをサッとした時とかにした映像とか見るとやっぱり出てますね。まあそれは6600とかね6400の引き継いでますので、まあ、それは仕方ないかなと思います。でマイクなんですけども先ほどからね ZV-10 の映像で出してるのは僕が喋ってるのは全部ZV-10 のマイクで喋っています。であとねボタン周りのカスタマイズなんですけども、まあ、カスタマイズはその背景ボケのところの C1 とあとゴミ箱のところですね、ゴミ箱マークのところ、まあ、そこがカスタムボタンになります。で他はこういったねフォーカスボタンとかがないのでちょっとね操作関係に不便な点はマニュアルフォーカスとかね使う人は結構不便かなと思うんですけども、まあ、それ以外のねカスタム方法です。割り当てっていうのは α6600 とか6400とかと同じです。絞り優先するとねここは絞りの変更のダイヤルになりますし、で下を押すと露出補正ですね。でマニュアルの時はここが絞りで下を回すとシャッタースピード優先とかね、まあ、基本的には操作は同じです。でモードダイヤルが先ほど言ったようなボタンになっているっていうような感じですね。でメニューがねここにこの辺りにね来ているので6600と6400はここだったんですけども、メニューは押しやすくなっています、まあ、その代わりね、まあ、そのボタンがフォーカスボタンとかがねオンオフとかがなくなっているので、まあ、その辺はねカスタムボタンに割り当てたらいいかなとは思っていますけども、まあ、カスタムボタンはね少なくなってシンプルになっていますので報告しておきます。ということで早口でね、まあ、確認事項だけさっと述べたんですけども、まあ、最後にね、まあ、メニュー画面とか外観とかの映像とかねずっと撮りっぱなしにしていた映像をちょっと流して、まあ、興味ある方はね見ていただいて、今回はねこのソニーストアで触ってきたね確認事項ということで終わりにしたいと思います。この ZV-10 のねスペックとかまあいろいろね何本か動画出してますので、まあ、スペック関係とかそういったところが気になる方はリンク下に貼ってますのでよかったら確認してみてください。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。それではトレンズのテーブル補正アクティブで撮っています。画角はこんな感じで、今シューティングリップこんな感じでつけています。ZV-10 のヒットレンズで撮っています。カラーは、ね、スタンダードですね。でマイクは ZV-10 のマイクで撮っています。でこんな感じですね。でこれがブラックです。サイズは、ね、結構ちっちゃくてプラスチックボディですね。やっぱり防塵防的には配慮されてないそうです。
で、インターフェースですね。こんな感じで USB、HDMI とイヤホン端子で、上にイヤホンジャックですね。イヤホンジャック、マイクジャックになります。